ビィルヘルム一世は、ブラウンシュバイク・リューネブルク公の一人で、リューネブルク公、ブラウンシュバイク・ボルフェンビュッテル公、カレンベルク公、ゲッティンゲン公、勝利公と呼ばれた。ボルフェンビュッテル公、リューネブルク公、ハイン・リヒ一世と、その最初の日ゾフィー・ホン・フォンベルンの長男。はじめは、リューネブルク公領を治めていたが、1428年に、おじのボルフェンビュッテル公。 ベルンハルト一世と領土を交換、ビルヘルム一世は、ボルフェンビュッテルを、ベルンハルト一世は、リューネブルクを獲得した。1432年に遠征に出かけた際、イボテー、ハインリヒ二世によって、ボルフェンビュッテル港の地位を追われた。ビルヘルムは、ボルフェンビュッテルの西側の地域を保持し、この地域は、カレンベルク公領と呼ばれるようになった。1473年に、 ハインリヒ2世が男子のないまま死ぬとボルフェンビュッテルをも取り戻している。1423年、ブランデンブルク戦帝国、フリードリヒ1世の娘セツイリエと結婚し、二人の息子を設けた。ありがとうございます。